ここは。大丈夫、落ち着け、リラックスするんだ。何も問題はない。俺たちは奴らを出し抜き、目標を達成した。人は常に機械より優れている。お前は命に関わる傷を負ったが、今は安定している。だが先は長いぞ。お前は？俺だよ、テイラーだ。なあ、そろそろ起きる時間だと思わないか？おい、大丈夫か？おかえり、テイラー。ああ、目が覚めたか？夢なのか？夢？そうかもな。ならいつでも目を覚ませるしな。今は2054年12月12日の朝7時半で、我々は列車に乗っているコアレッセンス社のチューリッヒ本部行きだ。列車の積み荷はニューラルネットワークイニシアチブの初期型だ。自らプログラムを書き換えて世界中のシステムと接続できる非常に特殊な人工知能のソフトウェアなんだ。当時の最先端だな。軍事、そして民間の幅広い分野に革命をもたらすはずだった。列車が終点に着いていればの話だったんだが。午前7時31分、テロリストグループが列車に乗せられた爆破装置を起爆した。このテロのせいで我々のロボット計画は遅延するんだ。お前が阻止しろ。これは現実か？ありえない。何が起きている？今お前は手術の影響で昏睡状態にある。ダイレクトニューラルインターフェースと呼ばれる機器を頭に埋め込まれたところで、俺にもついてるからお互いこうして話せてる。お前の新しい体や周りの世界とお前の心をつなぐ架け橋、それが DNI だ。これは心の中でのシミュレーションだ。まだまだ道のりは長い。54年12月11日11時30分、チューリヒ治安部隊にテロリストの隠れ家を知らせるタレコミが入る。不運にもチューリヒ治安部隊は連中の火力を見くびっていた。彼らは不意をつかれ痛手を被った。その結果、列車の爆破だ。ディアスを覚えてるか？ああ、多分。お前の素晴らしい力について手ほどきしてくれる。コミュニケーションだ。皆で息を合わせるぞ。よ、テイラー、このクソ野郎。あいつには聞こえない。話したいと思う相手に DNI はクローズドチャンネルでつながる。考えるまでもなくな。だがな、言っとくが、現実世界でテイラーをクソ呼ばわりすれば、ロボットども以上にボコられるぞ。オレイ、お前はうまくやれるかな？連中のようにスイスチーズにされることなくな。オッケー、武器を構えろ。連中を一掃してやれ。
中央を進め。ルートは一つだけじゃない。上、下、左、右、選んだルートに応じた優先がある。DNI は戦闘の重要情報を提供し、状況を判断する助けになる。タクティカルモードに切り替える。生まれて初めて目を開けた気分だろう。モビリティを使え。まだ慣れないだろうが、すぐ扱えるようになる。自分でやってみろ。できる方にかけてんだ。まあまあだ、新入り。悪くない。タクティカルモードではロケットやグレネードなど差し迫る脅威が入るとされる。赤く光ってるだ。逃げろ。DNI は意思の疎通を助けるだけじゃない。さまざまなコンピューターシステムとのインタラクトを可能にする。いわゆる標準的なドローンも含めてな。二足歩行や高度なユニットの場合ははるかに扱いにくいんだ。奴らは集合意識があるからな。それを全て制御しようとしたらどうなるか。パン、脳がショートしちまう。だがこいつらはこの程度なら簡単だ。やれ、ハックしろ。壁の向こうをチェックしに行け。しっくりくるか。この先のどこかに発電機がある。それを破壊すればドアが開くはずだ。
あのコンテナを撃ち落とせ。この隙間の目、冗談はさておき、周囲の環境に目を移動の助けにも敵を倒す助けにもなる。弾薬箱を見つけたら補充を忘れるな。最悪なのは戦場で弾切れになることだ。